とその仕事の魅力が満載されている企画でございます。どうぞ各ブースを回り、またゆるキャラやステージを楽しみながら福祉への理解を深めていただければ幸いでございます。どうぞゆっくりと福祉の魅力を堪能していただきたいと、このように思っております。選挙公約の中には、全ての人に優しい街づくり、こういうことを掲げて当選をさせていただきまして、今市長の職に就いているわけでありますけれども、まさにこういった皆様方とのこういった事業については大いに共感するものであり、これからも一緒に力を合わせて小樽の街づくりを進めさせていただければな、このように思っているところでございます。意外と難しいです。